レディーステディーゴーは日本の声優、歌手であるミナセイノリの楽曲。作詞は藤林聖子、作曲は藤永龍太郎が担当している。ミナセの5枚目のシングルとして2017年11月29日にキングアミューズメントクリエイティブより発売された。この楽曲はミナセのファーストライブ、ミナセイノリファーストライブレディーステディーゴーに向けて制作された。また、 テレビ朝日系の音楽番組ミュージックル TV12 月度エンディングテーマに起用された。作詞は J-POP 楽曲や仮面ライダーシリーズなどのアニメ主題歌を手掛ける藤林ァ子、作曲は声優アーティストの楽曲やアニメ関連曲を手掛ける藤永龍太郎が務めた。2017年12月2日に東京国際フォーラムホール A で開催されたみなのファーストライブ。 ミナセイリファーストライブレディーステディーゴーに向けて制作された楽曲で新たなスタートを切る人の背中を押す応援ソングとなっている。コールレスポンスができる部分が含まれていて拳やタオルを振り上げて盛り上がれる曲というイメージでレコーディングが行われた。ミナセの5枚目のシングルとして2017年11月29日にキングアミューズメントクリエイティブより発売された。 初回封入特典として特製トレカが封入されている。特定の販売店で購入した場合は先着で各チェーン店ごとに全12種類のブロマイドやクリアファイルなどが特典として配布された。また台湾版が2017年12月1日にワーナーミュージック台湾より発売された。この楽曲は2017年11月5日放送の文化放送のラジオ番組 ミナセイノリメロディーフラッグで初めてオンエアされた。その他にも複数のテレビ番組やラジオ番組にミナセが出演し、プロモーションが行われた。また、ミナセが表紙を飾った声優情報誌、声優アニメディア2017年12月号など複数の雑誌やフリーペーパーでインタビューや広告が掲載された。 2017年11月27日から12月10日には、秋葉原駅電気街口駅前街灯にフラッグが掲出された。ジャケット写真は、レディーステディーーを信号機で表現しており、青空の中で青いワンピースを着たみなせが遠くを見つめるという構図になっていて、夢へと続く道を共に進んでいこうという意味が込められている。信号機は、 CG 構成ではなく、巨大な信号機の模型を使って撮影が行われた。ミュージックビデオはガレージが舞台になっていて、ミナセがガールズバンドと演奏したり、整備士となって車を修理したり、キャンピングカーで女子会をしたりするというストーリーになっている。ミュージックビデオは通常版と中国語字幕版が公式 YouTube チャンネルで公開されている。 2017年12月2日に東京国際フォーラムホール A で開催されたみなせいのりファーストライブレディーステディーゴーで披露された。レコーディング時にイメージされていた通りタオルマーシュとコールレスポンスが行われた。2018年6月から7月にかけて開催されたファーストライブツアーいのりみなせライブツアー2018ブルーコンパスや 同年9月から10月にかけて開催された、キング・スーパー・ライブ2018でも披露され、いずれもタオル回しのパフォーマンスと共に披露された。ライブが開催された東京国際フォーラム、レディ・ーステディー・ゴーは2017年12月2日に、東京国際フォーラム・ホール A で開催された、ミナセのファーストライブ、みなせのりファーストライブ・レディ・ーステディー・ゴーに向けて制作された楽曲である。 このライブはおよそ5000人を動員し、レディーステディーゴーを含めた全20曲が披露された。12月2日は、ミナセの誕生日であり、アンコールではサプライズで、ミナセの誕生日が祝われた後に、シングル、レディーステディーゴーに収録されている、ハッピーバースデーが披露された。2018年4月4日には、ライブブルーレイが発売され、2018年4月16日付の、 オリコン週間ブルーレイ総合ランキングで6位を獲得した。ライブブルーレイのプロモーションとして、秋葉原で CM が放映されたほか、特定の販売店で購入した場合は各チェーン店ごとに全13種類のブロマイドやクリアファイルなどが特典として配布された。また、2018年4月には、秋葉原ゲーマーズ本店にて、みなせ祈り、祈りみなせファーストライブレディーステディ号。 発売記念衣装展が開催され、ファーストライブで実際に使用された衣装などが展示された。ありがとうございます。